横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の大貫、対するカープの先発は右のアドゥバ、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。ベイスターズピッチャー交代です。伊勢降板、マウンドに上がったのはウィック。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、いよいよ9回に入ります。トップバッターは初期、第9、投げた、まっすぐ見送ってストライク、いきなり152キロ、初球ストライクから投げました。スライダー空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、見逃し三振。右バッターボックスには菊池、第9、投げました、低めギリギリいっぱいストライク、いきなり153キロ。さあ、次の投球、投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球、ボール。第4球を投げた、打ちました、キャッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは中村、第9、投げた、ストレートはボール。第2球、2球目ストライク、投球はこれから3球目、打ったいい当たりだ、ショートバウンド、西牧うまくさばいています。3アウトチェンジ。ウィック、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。9回の表が終わって3対2です。さよなら勝ち、ベイスターズ見事勝利を収めました。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手上茶谷、対戦投手。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。